いしょ。お待たせいたしました。渡辺選手の体験を始めさせていただきます。まずは本日のゲームを振り返っていただいて、コメントいただきたいと思います。3クォーターの出だしがまあ、リードしてたんですけども、やっぱり相手乗せてしまって、やっぱこういう展開になってしまうので、3クォーターの初めはすごい反省点として挙げられますけど、まあ、古川が途中で怪我した中ではすごい、そうですね、全員で戦えたんじゃないかなと思います。はい、はい、いくつかメディアメリーです。先ほどヘッドコーチがいいチームになってきているという話をされていたんですけど、渡辺、はい、選手自身はどういうところでそれを感じるのかというところと、何がきっかけでそういうふうに変わったのかというところを教えていただけますか。そうですね、まあ、いいチームになってきたというのはやっぱり監督だけじゃなくて、やってる選手もすごい実感してると思いますし、まあ、要因としてはそうですね、もちろんバスケット、監督のバスケットが浸透してるっていうのもありますし、まあ、すごい、若い選手がですね、例えば外人2人にしてもすごい若いですし、そういう陽気な性格なので、まあ、プレーの面だけじゃなくてもすごいプライベートから結構、絡んでくるような選手なので、本当そういうバスケット以外のところでもすごい雰囲気がいいので、なんていうんですかね、そうですね、なんかすごいそういうところもあるんじゃないかなって。外人2人は本当にバスケットやっていても楽しいですし、一緒にいても個人的にはすごい楽しいですし、まあ、そういうところでいい雰囲気作ってくれてるのかなと思いますね。はい、はい、しますか。新聞です。今日の第1クォーターの立ち上がりでちょっとこう、うとついちゃったかなという印象があったんですけれども、やはり入りの硬さみたいなのはあったんでしょうか。硬さというよりは、まあ、日立もね、本当に、死に物狂いでやってくるっていうのは本当に分かっていたんですけど、やっぱりどっかやっぱ隙みたいなのがあったのかなっていうのはありますね。まあ、前半もなんかカット折り返しましたけど、あんまり個人的にはあんまり勝ってる気分ではなかったんですね、個人的には。だけどやっぱ案の定、まあ、自分3コート出てなかったですけど、やっぱああいう展開になって、まあ、こういう展開になってしまうだろうなっていうのはちょっと自分の中ではなってしまうだろうなというか、まあ相手もすごい必死になってやってきて簡単にはいかないだろうなっていうのはあったんで、まあ、結果的には最後話せましたけど、本当ちょっと後半の入りと前半の入り、まあ、立ち上がりのところはちょっとまだ反省点があるのかなと思います。はい、そういう中で昨日のゲームを受けて、渡辺さんとしてはこの辺を昨日の試合を受けて変えて臨まれたというか、心がけて。個人的にですか。個人的に、はい、そうですね、本当昨日みたいな楽というか、ああいう展開になるとは自分も思ってなかったんで、しっかりそこでどう自分だったり田渕さんだったりでコントロールしてしっかり勝ちにつなげるかっていうところだったんで、まあ、個人的には今日古川怪我しちゃったんで、自分だけじゃなくて、例えば武さんとか、まあ、遠藤とか田渡とか、古川が、まあ、1試合で例えば3本4本3ポイントを入れる選手であれば、やっぱそこはまあ自分であったり武さんであったりがやっぱシュート狙って、まあいつの得点分をやっぱり稼がないとと思ったんで、それは個人的にっていうより、まあ、前半終わった時点で自分が武さんにどんどんシュート打っていっていいですよって言いましたし、遠藤にも言いましたし、やっぱそこは古川のその活躍分はやっぱ分散していかないとというのは個人的に思ったんで、武さんにも言いましたし、まあ、それが結果的に最後、ね、武さん3ポイントいいところに入れたんで、まあ、本当そういう指示がちゃんとできてよかったなっていうのは自分の中ではあります。はい、はい、他に言いたいようでしたら渡辺選手の体験は入れさせていただきます。ありがとうございました。
はい、